堀慶二郎、堀慶二郎から1944年10月8日は、明治から昭和前期の実業家、政治家、大阪商船社長、阪神電機鉄道社長、貴族院直線議員、加賀国石川郡金沢で、加賀藩市、堀五兵の長男として生まれ、親族、堀霞の養子となる。1890年第一高等学校を卒業し、 1893年7月、帝国大学法科大学法通学科を卒業した。寛解に進むことを好まず、郷里の先輩、早川千吉郎に民間企業への紹介を依頼し、中橋和幸の推薦で1893年7月、大阪路湯講師会社に入社し、手大学となる。大阪路湯での働きが認められ、1895年12月、 系列の大阪商船に展示試験雇いを務めた。その後、新川市店長、神戸市店長を経て、1902年1月、上海市店長となり、運輸課長を経て、1907年取締役理事、1911年副社長、1914年11月に社長に、就任し、中橋徳五郎、山岡潤太郎と共に、大阪商船中工の三欠と称された。 1934年6月、相談役となる。その他、住友銀行取締役、日清旗船取締役、日本選手協会会長、日本商工会議所顧問、経済審議会委員、国際対策審議会委員、国際観光委員会委員、大阪高等工業学校将棋委員などを務めた。同郷の後輩、小倉間沙根の混成により1931年10月、 阪神電気鉄道社長に就任し、1935年4月まで在任した。大阪商船社長と兼務で、また後に貴族院議員となり、多忙なため、実務は今西をサブロ専務と山口角に常務に任せきりであったが、今西は堀の存在が阪神電鉄に信用を与え、事業の推進に大きく貢献したと評価している。 1932年3月15日、貴族院直選議員に任じられ、研究会に属して死去するまで在任した。ありがとうございます。